毎度のような話題だけど、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思うよ。アメリカが重い腰を上げたようだが、日本も何か対応すべき時ではないかと思われるぜ。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方が良い気がするよな。さて今回はそんな尖閣諸島において、ついにアメリカが動き出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催され、その会議の結論として外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたよ。実は2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明があり、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発的行為を即中止するように要求したんだ。追加として彼はアメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると発言したことから、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言だとして大きな好感を持って受け取られたね。こういった流れを受けた上での危害射撃容認発言だったんだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだ。中国がアメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはなく、カービー氏の発言に対して翌24日、中国外務省の往復報道局長が反論を展開しており、釣魚島諸島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土、アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したわけだな。中国の意見にビビったわけでもないんだろうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたぜ。つまり今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領土までは認めないと言っていたんだが、その立場を継続するということだったな。彼はさらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したね。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある、中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということなんだ。日本に何かあった時にもどっちつかずなのかと心配してしまうよな。一年遅れの東京2020オリンピックはコロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されたね。この東京オリンピックの期間中は中国艦艇の動きは一時静かになっていて、世界の目が東京日本に向けられていた時期だから、余計なことはしなかったんだと思うよ。しかし、オリンピックが終わり、秋になると再び連日の中国海警局艦艇が接続水域及び領海への侵犯が続くようになり、11月19日には海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったぜ。この行動に背景として推理されたのが、11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練で、空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したな。この訓練も尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いて実施されたものだと話題になっていて、中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのはこの訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いらしい。
ここで尖閣諸島について改めて説明していくんだけど、石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島は、行政区分は沖縄県石垣市に属しているよ。諸島だから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあり、この一帯を尖閣諸島と呼んでいるわけで、古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたみたいだけど、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年昭和15年以降は全ての島に人はいないんだ。現在は久場島と周辺小島は私有地になっていて、その他の島々は国有で、久場島と大正島は日米地位協定に基づきアメリカ軍に提供された形になっているね。1895年明治28年1月、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入して以後、領土として支配していたんだけど、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する尖閣諸島の行政権が停止されてしまったんだ。1951年昭和26年9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾と澎湖諸島の領有権を放棄していて、その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められたんだけど、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになり、当時の中国と台湾はこの事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになるんだよね。アメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に、署名したのが1971年昭和46年6月で、翌年沖縄は日本に返還されたな。それまでは日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった沖縄の人たちの長年の願いが叶った時だったぜ。ところがこの沖縄返還直後から、今まで尖閣諸島については何一つ触れたことのなかった。台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があると主張し始めたわけだ。まず台湾の主張だけど、1895年明治28年に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になったものの、1951年昭和26年のサンフランシスコ条約によって中華民国の帰属とされたんだ。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したこと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したわけ。一方の中国の言い分は、尖閣諸島は明時代の古文書に記されていること。中国大陸の歴代王朝君主は領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを1971年12月の、尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて長与大列島と表記を変更しているよ。明の時代は1368年から1644年まで続いた長期政権で、1368年といえば日本は室町幕府足利義満の時代だな。そして1644年は江戸時代初期で島原の乱の7年後ということになり、そんな昔のことを根拠にされても、と思うし、だったら古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思うところだぜ。台湾と中国が1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由は2年前にあり、1969年5月、国連アジア極東経済委員会が東シナ海の学術調査結果を発表したんだけど、その中に尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったんだ。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名だけど、石油は今以上に貴重な資源とされていて、太平洋戦争の原因の一つとも言われているよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が脚光を浴びることになったわけだな。アメリカも沖縄だけでなく尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされたから、石油を日本に奪われてはならないという、そんな思いもあったのかもしれないぜ。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の、自衛隊にプレッシャーをかける意味でも尖閣諸島占有が重要なポイントになり、
台湾侵攻と同時、もしくは直前に尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているからな。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われ、残念ながら中国が実効支配への足固めをしている着々と進めている現状では、自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって、領有権を主張することがまずやるべきことかもしれないね。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。